すごい。はい、始まりましたレインボーコーヒーの時間です。最近のイカは、今宇宙ステーションには ダンゴイカの赤ちゃんが何百何匹か飛び立って研究されてる、うん、どういうこと教育学の、障害教育課程っていうのも今はない課程があるんですけど、そこの自然環境科学教育コースっていう、要は入学してからは、そこをこの以下の教授にメールアドレスが書いてあるからな、何それ、イカ、これはダイオウイカだこれが家に2体います。なんか地元 CM の撮影で来た中ですけど、で来ました。ね、関節よ、青虫と一緒ね、これぐらい空気入れたらなんとやりましたね、今ね。こうね、こう、こうやって口巻きの方を結ぶというね。で今度これをこうギュッ口巻きの方に送っといて、指突っ込むね、こうやってこんなしてね、突っ込みますね。で、回転させての何か余分なやつでこう縛り上げみやすね、上げみやすね。小さい玉ぐらいひねって、ほんで輪っかひねって3回ぐらいね。次、玉作って輪っか作って3回ぐらいひねって、で3回ぐらいひねって、これ玉、そう、こなずのね、今4つ輪っかができて、あ、でもこれ余分なんですね。なんで、まあ、皆さんハサミで切ってもらって、ここまで空気に、今度ね2本目をねここに結びますね、結んで、これちょっと汚いんでここね、ここはね、ハサミで。切っちゃいますね、綺麗にね、こうね。さあ、あとまた同じことをやります。顔を作る1個ね、ちょっと表情を作るために2個目の葉っぱをちょっと大きくしたりしてね、2個で3個、これで葉っぱの完成。さあどうしますか、さあどうしますか、奥さんね、奥さん、これね、これありますね、これをね、さっきの黄色の真ん中に、おお、そして反対側に結び目を持ってきて、葉っぱの真ん中に引っ掛ける。そしてこの花びらをきれいに並べてあげます。これどうですか、ひまわり。はい、じゃあ舞ちゃん、初めてでもできるよっていうところをね見せてくださいね。こうやって、うん、そう、こうやって、うん、そう、なんか掴む、そう、一回くるっと風船をひっくり返すといいかもしれない、ぐるっと、回転させる、そう本当にできない、そう、そしたら手の中に塊があるでしょ、はい、うん、それを風船で結び上げてください。そう、すごい、もっと指3本分ぐらいのとこまでいっていて、お、そうね、玉ぐらいで1回ひねって3回ぐらいくるくるくるしましょうかね、でその後輪っか、輪っか3回くらいくるくるくる、
まい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 。次も玉、ちっちゃめの玉、3回ぐらいくるくるくる。わった。そうそう。海の幸アクアパッツァで、おお乗ってますね、アーサがね、アーサ乗ってますね。あ、マーチングやってたんだね。はい、うん、すごい。その前はモデル？その前は子役やってました。子役？